はい、というわけで、西園寺トラベル始まりました。はい、今日なんですけど、トンがちょっと不在なんですね。いない。西園寺と亀山だけでちょっと今日は来てるんですが、はい、僕たちね、この今アンテルームさん、ホテルアンテルームさんというところに来てます。はい、アクセスは九条駅、地下鉄烏丸線、京都駅から隣の駅ですね。そこから徒歩、まあ、5分ぐらいでホテルに来たわけなんですけど、はい、僕たち何も知らされてないんですよね、今日ね。知らない知らない。トンが、そう、勝手にトンが取って、どういうホテルかっていうのはちょっとよくわからないんやけど、でも面白いホテルらしくて、それちょっと行ってこいということで、一人7000円ぐらいっつってたな。うん、でそれもまあ GoTo トラベルっていうのをまあ適用しつつやっていくって感じなんやけど、僕たちね、あの情報がないんで何も言えないんで、下調べもしてないから、どういうホテルかっていうのもよくわからなくて。そう、家っぽくない？なんかマンションを改造したみたいなイメージではあるかもしれんな。でも AR って書いてて、アンテルームだから、あのコメントすることがないっていう感じなんやけど、定時入っていこうか。こちらに板チョコみたいなね、ドアをくぐ、いや、そういうこと言ったらあかんから、高貴なドアをくぐって入っていきます。お、すごいアンティーク調の空間ですね。本日宿泊する宿はホテルアンテルーム京都さん。当時学生寮として使用されていた建物をコンバージョンしオープンし、コンセプトであるアート&カルチャーに新たな輪を加え、3つのテーマで京都の今を発信しているホテルとなっています。このようにエントランスでは様々な展示物が展示されています。というわけでチェックイン完了しました。すごいな、おしゃれやな、めっちゃ。すげえすげえ、なんかホテルっぽくないぞ。すごい、すごいライトセーバーみたいなね。150、これだ、これ。すげえ、なんか面白いな、おしゃれって感じやけど。さあ、どんな部屋なのか、どういうことやろ。あいつがどういう部屋取ってるんかですよね。値段はね、7150円でしたよ。ちょっと、え、なにこれ、なにこれ、え、え、なにこれ、なにこれ。ちょっと待って、どういうことこれ。え、なんだこれ。でも、めっちゃ広くない？まず思ったのは、ね、ちょっと待って。どういうこと。なんだこれは。これはなんだ。ひたすらにお花なんやけど。俺、亀山とここで寝るんや。ちょっと待って、何これ。面白いな。え、どういうことこれ。ちょっと説明みたいなの見るか。分からへん、うん、何も分からん。待ってるよ。というわけでね、はい、今ちょっと僕見てみたんやけど、これ、なんかね、このホテルはまず学生寮をもともと改造した宿らしいよ。まあ全部今知ったんですけど、マンションに近いみたいな感じで言ってたのは多分それ、その名残ですよね。そうで、この部屋なんですけど、どう考えても普通じゃないじゃないですか。で、調べたら、このアンテルームっていうこのホテルは、うん、まあ、コンセプトがね、アート&カルチャーっていうらしくて、まあ、芸術みたいなのを取り入れるというところで、この部屋はね、コンセプトルームになってるらしいんですよ。うん、有名なアーティストの人がやってくれてるらしくて、デザインをね、このコンセプトルームをデザインした人が蜷川美香さんっていう人で、知ってた？いや、知らん。僕も知らんかったんやけど、でも今2って入れたらもう蜷川ぐらいで出てきたよな、うん、すぐ出てきたよな。それぐらい有名な人らしいですね。ちょっと僕は本当に申し訳ない、あの、失礼ながらちょっと知らなかったんですけど、なんかこのインスタとか有名写真家みたいな感じ、結構有名な人っぽいですね。女性写真家、めっちゃ面白い、映画監督。これ知ってたらおおってなったんやと思うんですけど、まあそういうツイッターのフォロワー見てみよう。52マイル インフルエンサーじゃないですか。ここにね、男2人にはなってしまうんですけど、うん、すいませんけど泊まらせていただくということで。いや、結構広いな、広そうな、うん、で他の部屋はなんかこんな感じで、結構いろんな感じでインスタ映え。でもこのインパクトはこの部屋が一番強いと思うよ。確かに。桜がこんな屋根まであるってどういうこと。寝るときも起きるときも桜見れるんやから、これはすごいよ。年中花見できますよ、この部屋はね。でも広さも結構ね、広いんですよね。2人部屋っていうのもあって、このベッド、それから奥に多分あのシャワールーム、バスタブもついてるのかよく分かんないけど、ちょっと見てみましょうか。これもなんかかっこいい感じになってて、これテレビ、そう、テレビでかいね。ノーシグナル、いや、分からんよ、突然なんか出てくるかもしれない。こうなんかいい感じのね、ソファーになってるんですね。いや、こんなすごい、なんか電車の中みたいになってる。ちょっとそれはね。手取った出ちゃったね。お、これドアが2つ。ちょっと待って、すごいすごいすごい。すごいすごい。なんだこれ。え、これすごくない？
またヒノキ。ヒノキ風呂や。またヒノキって贅沢やな。え、すごくねこれ。なにこれ。すごい木のいい匂いがするわ。しかもなんか外、見えるなこれ。なんか見える。庭みたいになって。庭みたいなのがめっちゃあるんだ。すごい。ハンド天風呂みたいな感じか。もうね、あのリニューアルが施されててすごく綺麗ですよ。この中はね、パジャマとか、まあ、あとシンプルなシンクですね。しっかりこうドライヤーとかもね、ついてるっていう感じです。まあ僕使わないんですけどね、ドライヤー。使う？壁山。いや、この髪で使うか。これで手入れしてたら逆におもろいけど。もうこの桜があって、これ桜か。額縁のこれも桜っていう、もうこれでもかっていう感じなんですけどね。でも確かにこれ素人目に見てもなんか、な、生えてるって感じするよ。お手洗いはこんな感じです。一緒です。便座があったんですね。さすがにトイレの中は桜じゃない。確かにね、さすがにね、あのトイレ中ぐらいはまあまあちょっと嫌になったらここに逃げ込めばいいという、そういう感じになってますね。いやすごいわ、ヒノキ風呂ついてると思ってなかった。え、ここにね、蜷川美香さんの写真集みたいな、これちょっと読ませてもらおう。でもすごい本出してんじゃん。いやこれちょっとベッドは独立してんのかな。あ、一応こうやってカバー、あ、独立してる、よかった、よかった。いやー、壁山とね、二人になるとこやったらよかったよかった。こちらにはお水で、給湯器みたいなのもありますね。そして冷蔵庫よっ、こんな感じで揃っております。 Wi-Fi もついてるということで、はい、というわけでね、あの今ちょっとバーがあったよな、そこに、で、結構オープンバーみたいな感じでいっぱい人が集ってるみたいな感じだったんですけど、宿泊者の方はルーム機を見せるとドリンクがワンドリンク無料みたいな感じでもらえるんですよ。だからね、それをちょっともらってきましたね。で、これがお酒やな、ミントハイボールで、僕はまだ飲めないんでピーチレモンサワーみたいなやつで、ノンアルコールで、レモンサワーなのになんだこれってね。いや僕わかんないんですけど、そう、全然、でもノンアルコールだ、これが飲めるということでいただいてしまいましたんで、じゃあ乾杯。乾杯。よし、美味しいわ。うわ、酒だ。いや、俺入ってない。美味しい。何味？ただのハイボール。まあでもやっぱね、この桜のこのデザイナールームにね、込まれて、このカクテルのようなもんですから、ノンアルコールでもね、こういうおしゃれな飲み物はなかなか飲まないんで、ちょっと美術センスに高なった感じになるんですけど、全然そんなことないです。周りがいいだけ。桜。まあね、今年あれで、コロナでさ、花見できなかったから。そうだね。普段もしないんだけどね。いやー、なかなかいい感じでね。でしかもあの散ってこないから、桜が落ちてこないから、それがいいかもしれない。はい、というわけでね、今、壁山がちょっと風呂に入ってるんで、まあ、僕も入ったんですけど、壁山、あ、風呂気持ちいい。最高よ。なんか言ってますね。あの、ちょっとすみません、申し訳ない。変な声が聞こえたと思うんですが、ここね、実はね、僕紹介しなかったんですけど、この感じで、お庭がついてるんですよ。これすごくないですか。で、初めて知ったんですけど、外に出れるっぽいんですよ。こんな感じでなんか石畳みたいになってるんでね。で、これなんとあそこのお風呂をね、ここから覗くことができると。今からね、油断してると思うんで、ちょっとドッキリ仕掛けたいなと思います。今からね、ちょっと庭の出てね、外では静かにした方がいいんで行ってみましょう。やばいやばい、怖い怖い、なんか監獄の中に入れられた化け物みたいになってるから、ちょっとここで退散しますわ。気持ち悪い。いや、僕やってることは僕の方が気持ち悪いんですけどね。すごい、こんな感じでお庭にも出ることができます。はい、というわけで、あのね、お風呂に入りましたね。で、時刻が、まあ、2時ぐらいと、めちゃめちゃね、健康的な生活ということで、早いね、睡眠ということで、早いね、早起きという感じなんですけど、寝たいと思います。で、これすごいのはね、僕ベッドに入ってみてびっくりしたの、これが、これですね。これすごくないですか。これベッドに入った僕のね、目線なんですけど、花見やん、もうこれ。で、これね、電気をまあここで消せるわけですよ。消していくとするとね、ほら、夜桜になるの、夜桜に。これもこれでいいな、これとてもいいですよ。まあ、こんな感じでこう一面ね、桜がありましてね。まあ、というわけで、そろそろ寝たいと思います。ということで、西園寺さんで桜。桜、皆さんね、こうやって寝てるじゃないですか。で、ふとこう途中で目が覚めたらこんな感じ。これはもう完全に、ちょっと、はい、というわけで、今なんですけども、時刻の方がね、4時45分ということなんですが、
僕ね、今からバイトがあるんで帰らないといけないんですよね。お花見終了という感じでですね、ここからもう行かないといけないんで、ちょっとね、ここをね、去らないといけません。このホテルに関してはもう立地も素晴らしいし、また値段に関してもね、これで GoTo が適用されたらもうちょい安くなるということで、もう言うことがないっていうのと、すごい特別感があってですね、そのリフレッシュに最適かなと、本当にそういうふうに思いました。こんな感じでね、寝ておりますけど、あとはね、亀山がええ感じの感想を言ってくれることでしょうという感じで、そろそろね、この部屋を出ていこうかなというふうに思います。はい、おはようございます。ということでね、西園寺さんはね、もう帰っちゃったんで、まあね、普段ならトンと2人でこれやるんですけど、今日は1人なんでね、大変ですね。ということで、これから帰るんですけど、朝食なんですけど、フロントでお金を払えば、まあ今からでも食べられるそうなんで、食べずに行きたいと思います。まあ泊まった感想としてはね、桜ですねまあでも結構広くて過ごしやすいなと思いました。テレビもでかくてね、椅子も2つあって、まあ、こんな椅子も2つあって、ソファーもこれぐらいあるんで、結構ゆったり過ごせるのかなと思います。料金は7000円で、 GoTo キャンペーンで 35% 返ってくるんで、まあ4600円ぐらいかなになりました。いや、あ、白かったんですね。昨日夜だったから黒く見えたけど、天気は微妙ですね。はい、ということでチェックアウトしていきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。